2020年はコロナ緊急事態宣言や熱中症などと大変な年になりました。我が家でも2匹のカタツムリにこんなことがありました。僕は飼育箱の中で生まれた右巻きのカタツムリ、レン君3歳です。今年生まれて初めて30個ほどの卵を産みました。嬉しかったです。私は左巻きのカタツムリ、デミューです。去年生まれた40匹ほどの子供たちは元気に育っています。おかげで今年最年長を更新して8歳になりました。ところが残念なことに8月15日デン君とデンユウを含んだ7匹のカタツムリが同じ日に亡くなってしまいました。ここからはデン君とデンユウが亡くなる前に撮影した最後の映像をご覧ください。私はおよそ2年ほど前から2匹のカタツムリ、デン君とデンユウ、そして私デンジが出演する作品2つの M を作ってみたいと思っていました。そして今年の6月に2つの M の構成が完成したため撮影を開始することにしました。はい、それでは14年間カタツムリを飼ってきて今も不思議に思っている2つの M の冬眠と殻の巻き方の撮影を始めるからね。デン君とデンユ、準備は OK ね。はい、はい。あれ、電話だ。はい、田中です。お父さん、パコです。元気にしてる？ああ、元気だよ。河野市で動画コンテストをやってるの、知ってた？いや、知らない。テーマが決まってるの？私の好きな河野市のテーマで、時間は30秒以内。誰でも応募できて、賞金は総額で65万円だって。厳しい戦いにはなるが、65万円には魅力があるな。お父さんって短い編集が得意じゃない？応募してみたら？わかった。作って応募してみる。それじゃあ、さよなら。じゃあ、お父さん頑張ってね。ありがとう。こちらは防災コーです。下手な鉄砲も数打ち当たるで4つも作品を作ってしまいました。
どうしてこんな花を見えるか知ってる？綺麗だから。綺麗だから喜んでもらうかった。これね、ゴミいっぱい捨てたの昔。不法投棄ってゴミを捨てる人もいたの。ゴミを、ね、そうそう、綺麗に行って、そうで、世界をよく見てるため偉い、いっぱい。ありがとう。デン君とデンユ、二つの M が撮影できなくて残念だったけれど、コンテストに応募する四つの作品を見てどうだった？電磁よくできてるね。中でもコーノスのことがよくわかる。三番目のコーノスには八つの日本一がありますが、よかった。デンユはどう思った？一番目のポピーに託すがよかったです。ストーリーを感じ、夢を感じた。ただ、コーノスのコンテストは、プロが大勢応募しているから、入社は無理かもね。デンユはさすが厳しいことを言うね。でも、デンジの作品への意気込みはすごいと思った。僕が1月の発表で入賞すると思いたい。なぜなら下手な鉄砲でも数打ったんだから。デンジ、重いよ。重い。どうしたの？私も。応援したい。デンジ、頑張れ。デンジ、入賞。うまい。入賞。うまい。入賞。入賞。入賞。